はい、こんにちは。大人男子ラボの宮永瑛人です。今日はですね、こちらの化粧品たちに男が大好きなね、裏技っていうのをかけていきたいと思います。なんかドッキリかけるみたいですけどね、単純に化粧品を使いやすくする、裏技っていうのを皆さんにお教えしたいと思います。化粧品ってまあ本当にいろんなものがあるじゃないですか。皆さんもね、パッケージが可愛いからってね、パケ買いすることもあるでしょうし、中身はすごく気に入ってるんだけど容器があまり気に入ってないとか、まあいろんなパターンがあると思うんですけど、僕が一番多かったのは、物は気に入ってるんだけど使いづらいっていうものがね、結構ちょこちょこあるんですよ。もうちょっとね、容器を改善してくれたらいいのになとか思いつつですね、そんな簡単には変わらないので、なんかそのまま使わせたりとか、するんですけども、まあそれがね、僕の中で一番もったいないなと思っていて、それをね、もっともっと使いやすくする方法ないかなといろいろ研究してった結果ですね、ある一個のアイテムにたどり着いたので、その裏技を皆さんにお伝えしたいと思います。で、今回使うものがですね、これですね。無印良品のヘッドシリーズです。トリガー式のものだったりとか、このポンプ式のものだったりとか、まあいろいろあるんですけども、これを使ったらですね、化粧品がぐんと使いやすくなったんですよ。これね、実際200円ぐらいでそれぞれ買えるんですけど、いや、よくぞね、無印良品作ってくれたわって感じです。これをね、使うことによってかなり化粧品が使いやすくなったので、これのね、体験談を皆さんにお伝えしていきたいと思います。1個目はですね、こちら皆さん大好きハトムギ化粧水ですね。これ大容量だし安いし重宝するアイテムだと思うんですよね。お姉ちゃんとかお母さんとか使ってるケースとかも多いんじゃないですか。男性でもね、自ら買う人もいますし、家になんかこんなのあったなっていう人結構いると思うんですけど、安いしコスパいいんで、使いやすいんですけど、やっぱりね、僕この化粧水の液体タイプってどうも苦手なんですよ。なぜかっていうと、こんな感じでね、なんかこうこぼしちゃって、この手に取った後に顔につけるまでの間にほぼ全部こぼれちゃって、うわーってなって、なんかこうたっぷり使うためにこういうの買ってるはずなのに、たっぷり使えてないみたいなね、ことが結構あったんです。で、今はね、もうこういうのが液体のね、手に取るタイプの化粧水が嫌いすぎて、僕全部ミスト化粧水にしちゃったんですよ。シューってね、直接スプレーで、できるやつって言ってもですね、ミスト化粧水ってかなり商品数少ないので、その中でね、自分に合うものを探さなきゃいけないとか結構大変だなと思ってたところですね、活躍するのはですね、このトリガータイプです。トリガータイプ、これ無印良品の化粧水とか、そういうのにはもう必ずもちろん合うんですけども、意外とですね、このね、ハトムギ化粧水にもぴったりなんですよ。はい、これやってみるとですね、これ開けて、ここにあるね、もともとあるちっこいポチみたいのをピンとか、ピンセットとかね、でピンって取っちゃいます。取ったら、まあ、これをぶっ刺すわけですね。ぶっ刺します。押したら見てください、これ完璧ぴったりだし、なんかデザインも結構合ってるし可愛いですよね。で、これで何ができるかっていうと、さっき言ったみたいに手に乗っけてからこうパシャパシャってやるんじゃなくて、もうこのままね、スプレーで顔面いけるんですよ。プシュプシュって、もちろん時短にもなるし、結構ね、快適です。何より快適、めちゃくちゃ動作としてめちゃくちゃ早いんで時短にもなりますし、朝とかもすごくいいんじゃないですかね。ハトムギ化粧水、顔以外にも使っている人おそらくいらっしゃると思うんですよね。これ全身にも使えますってやつなんで、お風呂上がりにね、こういう化粧水を全身にパシャパシャってやると気持ちいいじゃないですか。でも全身ってなったらこれもっとこぼすだろうって話で、もうほとんどね、僕多分これ全部使う切る頃に半分ぐらいは、こぼした量なんじゃないかって思うぐらいこぼすんですね。はい、どんだけ不器用って話なんですけど、このこぼさないっていう意味でも、このままね、これ全身にパシャ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 と吹きかけられるので、とてもめちゃくちゃ重宝しておりますね。これ最高じゃないですか。これ1個目裏技です。で、このね、スプレーヘッド全部に使えるかなと思って、このね、僕がちょこちょこ使ってイプサの化粧水人気ですよね。これもこの上をね、パコって外せるんですよ。パコって外して、ここにスプレーヘッドつけたら最強なんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりね、
はまんなかったですね、イプサ様のは。これよりちょっとちっちゃかったのではまんなかったです。でも逆にはまんなくてよかったなと思います。これやったらね、もうめちゃくちゃブランドの世界観壊しまくりで冒涜ですよねこれめちゃくちゃダサい。だからもう逆にはまんなくてよかったなと思います。イプサの化粧水のパッケージは本当に可愛いので、パッケージを洗って再利用するなんかでもいいんじゃないですかね、これはねこう手に取ってっていうのを我慢してこの中に違う化粧水入れたりとかっていうのもまあなんかありなんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあ2個目いきましょうか。2個目はですね、こっちのねポンプ式の方を使っていきます。ポンプ式を、裏技で使えるのは何かっていうと、こいつですね、 N ドットポリッシュオイル、これもかなり人気のアイテムですよね。正式にはヘア&ボディ&ハンド用オイルってことで、まあ大体の方はねスタイリングで使ってんじゃないかなと思います。重めのオイルなのでセンターパートとかね、マッシュの方とかにパーパーパーってつけるとちょっとウェットな感じで、シアバターより軽いのでなんかすごく自然にセミウェットなスタイリングができるっていうスタイリング剤で、ここ3年ぐらいのね爆発的なヒットでなかなか手に入らないぐらいのアイテムになってしまいましたね。これの難点が、これもねこの化粧水と一緒でこれタイプなんです。これタイプで、これタイプなんでなんかこう、こぼしちゃったりとかもありますし、何より、オイルなのでこのトップの部分が結構ベタベタになってね使いづらい。でここのトップが汚くなると蓋まで汚くなって、ここのケースの側面まで油ぎしゅになってみたいなことがよく起こりがちなんで、これプッシュ式がいいなってね思ってたんですよ。思ってたところですね、この無印良品こっちのプッシュ式のねポンプがぴったりでした。これはね結構美容師界隈だと有名な話で、結構ねあの美容師さんとかね一日何十人もお客さんいる中で、これ いちいちこうやってやるのもめんどくさいじゃないですか。だからプッシュ式みたいな感じで結構昔からねこれやってる美容師さんがいました。これ本当はねあのプッシュ式公式のやつね あるらしいんですよ。あるらしいんですけど、結構ほとんど流通してるのはねこれ式だと思うので、これ無印良品のやつで代替えすると、手軽にねプッシュ式に変化できるっていう、一回やってみたいと思います。はい、これもね同じようにパコって取っていただいて、パコって取っていただくと、これをね入れるんですけど、これねもともと無印良品で売ってるタイプのこのチューブの部分結構長いので、これしおりに専用で使うよって方とかは少しね数センチ先を切って使うといいかと思います。そうするとほらこんな感じで、これもね結構デザイン的に合ってるんですよね。はい、可愛くなりましたし、ここにも蓋もねちゃんとついてるので、ガードもできると。でさらに使いたい時はもうプッシュでシュッシュッシュッってすぐ使えるんで、手際も良くなりますし、作業工程が少し減るので、すごく手軽にポリッシュオイルが使えるようになるっていうアイテムです。まあ、トリガータイプもそうですし、このプッシュ式のやつもそうなんですけど、ほとんどのもの化粧水とか使えるんじゃないですか。このプッシュタイプのものはね乳液とかもいいですよね。乳液とかでもこうやって出すタイプのもあると思うんですけど、それも結構めんどくさいじゃないですか。とこのねプッシュ式でピッピッって出た方が楽な場合もあるので、乳液とかもねこの無印良品の公式の蓋なんか持ってたら、それと同じサイズのものであれば合うので、ぜひやってみてほしいですね。はい、3つ目がですね、これ全然裏技でも何でもないんですけど、あの無印良品の拭き取り化粧水。はい、で僕朝ね洗顔、まあ日によって違うんですけど、油ぎしの時は洗顔するんですけどね、そんなね油ぎってないなって時はね、この拭き取り化粧水をコットンにつけてこう拭くっていうので洗顔済ましちゃうことも結構あります。で、これもですねこれなんですよ、これもね。でね、コットンにねこうやって染み込ませてやるわけなんですけども、垂れないと思うんですけど、こんな感じで、これは大げさですけどちょっとねめんどくさいっすよ。なんかこうパコって開けて、ここにね垂れないように慎重にこうやって、コットンに染み込ませていくのが結構ね面倒かったりするんですよね。まあ百貨店とか、メイクのねコーナーとかでリムーバーって化粧を落とすやつとかを、美容部員さんとかがね渡してくれる時にシャコシャコシャコってやってコットン渡してくれるの、これなんだと思ってこういうの欲しいなって思ってたらですね、無印商品ありましてね、はい、コットン専用のこうヘッドっていうのがありました。で朝拭き取り化粧水をこれをつけるとめちゃくちゃ簡単にコットンに浸透させられるっていうので、これもね、まあ、なかなか優れたアイテムだなと思います。ここにねはめます。一気になんかプロっぽい感じの佇まいになりまして、ここに対してこうシャコシャコシャコってやるとですね、ここの
コットンに簡単に、染み込ませることができるということで、こうやってね、顔を拭くとすぐに洗顔が終わるっていうので、これもかなり重宝してるし、見た目的にもね、なんかおしゃれになるなっていうアイテムです。はい、そんな感じで、今日は裏技ということで、このヘッドを使ったシリーズね、さまざま応用を聞かせて、化粧水だったりとか化粧品を使いやすくしようよってことで、発案したアイテムでした。これはね、本当にいいですよ。200円ぐらいでね、結構こう毎日のねプチストレスがなくなっていきますので、ぜひこれ試してみてほしいアイテムがあります。噂によると、このヘッド部分とかは100均とかにも売ってるらしいので、100均とかのね、なんかもうすでにボトルがついてるものの上側使ったりとか、そういうのでもありかもしれません。ちょっと起点を聞かせて発想を変えて、もっと使いやすい方法ないかなって思ったら、こういうのが生まれてきますので、もしなんか、もっと裏技的なものがあったらコメント欄で教えてほしいなと思いますので、ぜひコメント欄でお待ちしております。はい、そんな感じで、僕はですね、普段大人男子の身だしなみということで、メイクだったりとかメンズスキンケア、ファッションとヘアスタイルっていう部分で大人男子のアップデートをするチャンネルっていうのを運営しております。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録をですねしていただいて、高評価もしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。